この乱は、鎌倉時代初期の1213年2月15日に、発覚した内乱。鎌倉幕府御家人で、品の源氏の泉地下志向が、源の頼家の維持千住丸を、鎌倉殿に擁立し、執権、北条義時を打倒しようとした陰謀とそれに続いた、合戦を指す。一般的には、和田合戦の前哨戦とされている。鎌倉幕府では、1204年に、 将軍頼家が遊兵された後に暗殺され、北条氏によって、源の佐根友が将軍に擁立されていた。1213年2月、泉地下志向の老党はおぐり、七郎の弟で安年坊という僧が、千葉聖種を訪ね、源の頼家の維持千住丸を用して挙兵し、執権、北条義時打倒への協力を求めてきたことが、発端である。聖ダは、 安年坊を捕獲し、義時のもとへ連行し、彼の自白により親公に寄動した武士は、長本130人余り、万類200人に上ったことが分かり、そのうち、和田義盛の子である、義直、義主老いの種ながら十数人が、直ちに捕獲された。当時、義盛は、和佐国の治療医北省に行っており、鎌倉を留守にしていたという。は直ちにわれた。 捕獲の死者と合戦に及び、その混乱に乗じて蓄典した。急を聞いて駆けつけた吉森が一族の斜面を弾丸し、吉直、吉重は許されたが、種永は事件の重本であるとして許されず、3月に道の国岩瀬軍へ配慮され、屋敷は没収されることと決まった。種永の屋敷は一旦は吉森が配慮することとなったが、吉時の反対にあい、結局は、 北条氏の預かりとなったため、面目を潰された吉森は、北条氏を打倒する意志を固め、和田合戦につながることとなった。泉地下志向は、源の三中の弟万回の子孫と伝えられ、自身も源氏の一族であったことから、一語家人である北条氏の家風に立つことを好まなかったとされているが、乱にかかる捕獲者のうち、和田一族以外は直後に放免されている上に、 親孝も生き延びており、和田一族を滅ぼす目的で、義時が義森を挑発した事件であったとも言われる。一方で、さほど有力な御家人でもない親孝が、鎌倉で300人以上の武士を集めていることから、乱の黒幕は義森、もしくは義森の子や孫の世代の和田一族とする説もある。親孝は、神奈川県横浜市泉区に館を持っていたと、伝わる。後、 逃走した、泉地下志向の行方は不明だが、埼玉県川越市長が谷町にある、洋港山西明寺の縁起によると、親港は、千と島ると共に当地に落ち延びて出家し、聖会と名乗り、文永2年5月19日に88歳で、没したとされ、聖会の法教院員も残るという。石進、日本の歴史7鎌倉幕府 P302、坂井光一。 源のさねとも、東国の欧県を夢見た、将軍、山本浩二、日本の歴史旧よりともの天下創造、長い進む、鎌倉源氏三大駅一門、重心と元家将軍平井1980、ピアニッシモ、306から307横浜市泉区1996ピアニッシモ、74、長福寺と、田泉小次郎館方と横浜市泉区、公式 HP、 ありがとうございます。